坂部ス穂坂部ス穂12月1日から1930年11月4日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。旧姓、寺沢。高知県伊野郡、後の北名田村で徳島藩士、寺沢乙屋の三男として生まれた。6歳で父を失い、母方の実家、元徳島市長、坂部博士の養子となる。 徳島中学校を経て、1895年12月、士官候補生となり、翌年9月、陸軍士官学校に入学。1897年11月、陸士を卒業。翌1898年6月、砲兵将尉に任官し、野砲兵大獣を連隊付けとなる。1901年12月、陸軍砲向学校高等科を卒業。 1902年6月、陸軍野戦砲兵射撃学校教官となり、野砲兵第15連隊中隊長を経て、1903年8月、陸軍大学校に入学。日露戦争勃発により1904年2月、陸大を中退。1905年8月、第四軍副官となり出生。1906年3月、陸大に復興し、 1908年11月、同校優等で卒業した。1908年12月、砲兵少佐に昇進し、参謀本部員に就任。1909年6月、ロシア左県となり、1910年6月に帰国。同年11月、陸大共官圏参謀本部員に就任。1914年9月から1916年5月まで、ロシア軍に従軍した。 1915年4月、砲兵中佐に進級し、参謀本部付となり、参謀本部員、シベリア出張などを経て、1918年8月、ウラジオ派遣軍参謀に発令されシベリア出兵に、出征。同年11月、砲兵大佐に昇進。1919年11月、コノエイヤ法兵連隊長となり、第14師団参謀長。 参謀本部課長などを経て、1923年8月、陸軍少将に進級し、陸大幹事となった。1927年7月、野戦中砲兵第四旅団長に就任し、1928年3月、陸軍中将に進み砲兵官に就任。1930年8月、第三師団長に親保されたが、同年11月に現職で死去した。 ありがとうございます。